はい、皆さんこんにちは。今回も動画の方出していこうと思います。今回の内容なんですが、麻生さんがね、事前に、まあ一応聞いてはいたんだけども、あれですね、西村担当大臣が、コロナ担当大臣が、酒類提供を禁止するというような、こう事前調整を、なんか金融機関に働きかけるようにお願いしてたみたいなことがありましたよね。まあそれについて、麻生さんは、放っておけとかいうふうに、今だからあまり承知してなかったそうで、ということについて今回扱っていこうと思います。その前にチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。いつもご覧になっていただいている皆様お帰りなさい。そして新しくご覧になっていただいている皆様いらっしゃいませ。ということで今回も始めていこうと思います。チャンネル登録ね、いつも、まあ、今回はしょりますけどもよろしくお願いします。あと高評価ボタンもよろしくお願いします。で、今回何があったかと言いますと、麻生さんっていうのは今財務大臣ですね。あと、まあ、財務大臣っていうのは基本的に金融庁っていうのは外局って形でくっついてるんですね。もともとは大蔵省っていう形で同じ省庁だったんですけども、不祥事があって分裂しちゃったんですが、まあ、とはいえ、まあ、大臣はある意味同じというか、大臣が監督責任があると、まあ監督してるのが麻生さんなんですけど、で今回西村さんが金融機関に対して、まあ、ある意味圧力をかけるというか、融資を止めろみたいな、これは本人の意図したところじゃないというふうには言ってるんですけども、まあ、ある意味金融機関にこう融資を働きかけてもらうみたいなことをやってしまったということで、ある意味もう飲食業界からソース感で、あとまあ国民からもそういうなんかやり方はどうなんだというふうなことで言われてしまって、で、まあ、政府の、内閣の支持率の方もなんか下がってんじゃないかというふうなところで、まあ、一悶着ありましたよね。それについて今回扱っていきます。まあ、本当に西村さんのやり方は僕もあんま評価できないし、まあ、もともと西村さん結構、まあ、もともと官僚ってこともあって、なんて言うんでしょうね、まあ、真面目、根は真面目なんだけど、まあ、ちょっと世間について分かってないと世間知らずなとこもあるのかなっていうふうに思ってましたけど、まあ、まさかこんなことをやろうとはね、僕も思いませんでしたけどね、やっぱり、金融機関に圧力かけるっていうのはね、あまりにもやりすぎというか、普通保証するのが当然だと思うんですけど、まあ、まあ、わかんない。財政的に厳しいのかもしれないけど、わかんないですけど、とはいえね、こう、もう、ね、こう、握りつぶすというかね、もう、こう潰しに入ってしまうというのはちょっとやりすぎというか、まあこれは反感買うよなと、まあ、事実上だってお酒居酒屋さんにお酒扱うなっていうこと時点でもうすでに経済活動の自由をもう思いっきり侵害してるわけなのに、ただでさえそれ侵害してるのにもうお店に融資するなと、基本的にね、借金って個人であれば借金するのおかしいって言いますけど、会社とかっていうのは借金するの普通ですから、むしろ、もう最初は借金しないとね、基本的には会社って動かないんですよ。っていうのはお金ないですから、そんなの。自分で自前のお金用意できたら、そんなね、苦労しませんよ。うん。ですので、資金調達ってのは基本的な、まあ、会社としてはね、血液みたいなもんなわけですよね。血液を止めるぞみたいなこと言ったわけですよ。だから、ちょっと信じられないなと思うし、しかもそれってもちろんね、そういうことを、まあ、本当に悪質であればやるのは、まあ、やむなしかなと、思わんでもないんですけど、しかも今回これも一番の問題はね、法的根拠がないことなんですね。何にもこの法律に書かれてないんですよね。コロナの特措法にはね。金融機関については全く触れられてないのにもかかわらず、その、命令を守ってもらうために、金融機関にも協力してもらうというようなことで、まあ、事実上のこう、お願いベースというね、好きですね、日本人はね。まあ、最初は良かったんですけど、まあ、緊急事態なんでね。とはいえ、まあ、なんかこう、お願いっていう形でね、やるのはどうなのかなって僕は個人的には思いましたけどね。正直言ってね。だって、命かかってるわけですからね。お願いというか、その自粛ってやり方はちょっと正直言って、もう通用しないっていうか、何でもありってやり方はちょっとね、危険だと思いますね、僕はね。
危険っていうか、その、なんて言うんだろうな、後出しじゃんけんできちゃうわけじゃないですか。あのね、事前にこう周知されてて、こう、ここまであり得るっていうのが分かってれば、対策しようがあるんですけど、法律にも書いてないことをいきなりこう出してくるわけですから、そうなるとね、身を守りようがないし、そのやり方はちょっとまずいよなって僕は思いましたね。だから、まあ、やっぱ人による統治になってしまってるっていうかね、自粛っていう形で、まあ、なんて言うんでしょうね、ルールがない状態だからもう、なんか制限するんだったら、前もって示さないといかんと思うんですけどね。もしそういうことをやるんだったら、堂々とやればいいのに、今回はこの、麻生さんが実はこの G20 でしたっけ、財務大臣の会議に出かけていたそうなんですね。G20 の財務大臣中央銀行総裁会議の視聴中になぜかこれを行ったということで、まあ、大臣と西村さんの間では、あまり調整がなくできてなかったんじゃないかなと、僕は思いますね、これ見てるとね。調整ちゃんとしないとね、でも、西村さんだけでこんなことができちゃうのすごい、すごいっていうか、なんか、とんでもないなと僕は思っちゃいましたけどね。ちょっと問題というか、なんか、担当大臣が、うんって言ってないのに勝手に進んじゃうんだな、ということでね。私、まあ、西村さんも西村さんで、こんなことを急にやる必要があったのかな、っていうかね、その大臣と、事前に調整しないで、やっちゃったんだな、っていうのを見ると、なんかプロセスがちょっとおかしいんじゃないかなって思うし、だから、どういう、考えで決めたのかってことをちゃんともうちょっと明らかにしないと、国民の理解は得られないっていうかね、いやちょっとね、力で潰すっていうか、反対するやつは力で潰すみたいな印象ができてしまったのはね、ほんとこれ問題で、いや、ほんと下手するとこれ菅政権が吹っ飛んじゃうんじゃないかってぐらいね、やばい出来事だと思うんですけどね、今回のこれね。せっかく今まで頑張ってきたのにね、これでもう、ポンで、もう終わりですよ、これ。もう吹っ飛んじゃいますよ、もう。ねえ、だから、もちろんコロナに関してはね、西村さんが多分上なのかなっていうふうには思うんですけど、さすがにこう金融とかそういうことに関してね、所管してる大臣も全くこう違うんじゃねって思ってるのに、動いちゃうっていうのはちょっとまずいっていうかね、いや、なんかどうなんでしょうね、こう、一人で全部決めちゃったんですかね。そうなると、総理とかどう、総理には意見聞かなかったのかなと思うし、ちょっとなんかまずいことになってんじゃないですか。だから西村さんが一人で動いてるだけになってるっていう、ちょっとまずいね。ちょっと政府の中でも不協和音っていうか、なんかあんまり協力してやってねえのかなって思っちゃいますよね。そういう意味で大丈夫なんかなっていうふうに思います。あとね、経済産業省ってありますけど、その大臣の梶山さんね、梶山さんも、その撤回したことに、強い違和感を感じたと。撤回したことじゃない、強い、そもそもそれを行ったことに関して、強い違和感を感じたということで、趣旨を再度確認するよう、事務方に指示したというふうに、発表直前にやったみたいなんですけど、とはいえ、でもこう発表に行っちゃったわけで、なんか全然なんかコンセンサスが取れてないというか、ちゃんとステップ踏んでないんですかね。どうなんですかね。私まだね、実は西村さんが出してるお酒のね、卸売業者に対して酒売るなというふうなことをやろうとしてるみたいですけど、それもどうなのかなと思いますけどね。だからやんだったら法律でちゃんと作ってやればいいんじゃないかなと思うし、もし法律が作れないなら、憲法の問題でね、自由を制約するのはまずいってことになるんだったら、まあ、憲法を改正してね、ある程度、緊急事態においては、制約できるみたいな規定みたいなのを作んないとまずいんじゃないかなと思いますけどね。だって、こんな、もうだって法律を無視したことをやっちゃうわけじゃないですか。どんどんこう、変態プレイというか、もうわけわかんないことやってるわけですよね。通常ありえない手順でやってるわけじゃないですか。あんまりこう、なんか、
好ましくないんじゃないですかね。だってそんな自粛しろってね、あのね、やっぱそれはちゃんと正々堂々とね、こうして命令するかね、政府だったら自粛を呼びかけるのは間違ってると思いますけどね。だし政府が自粛しろ、だからこれはまあボランティアがね、学校教育とかでボランティアしろっていうふうに言って事実上強制してるみたいなことになってる。まあ自粛っていうのはね、本当になんて言うんでしょう、まあ日本人好きですけどね、日本人そういうまあ直接的な言葉よりも間接的にやるっていうのが美徳というかね、そういうの好みますけど、いやでも政府がそれやったら終わりだと思うんですけどね。多分責任が分かんないじゃないですか。責任も分かんないし、誰が権限があるのか分かんないし、従うなくたらどうなるのかみたいなのもよく分かんないしね。ちゃんとそれ定める。だって練られてないわけじゃないですか。ちゃんと練ってね、法律にするべきだとか思うんですけどね。まあ、法律にできないと、せめて憲法で規定してね、緊急事態宣言、緊急事態、非常事態宣言みたいなのが、まあ、アメリカみたいなのがありますけど、一時的に権利を制約できるみたいなのもありますけどね。そういうのもちゃんと考えたりとかいろいろ知らなきゃいけないのかなって思いましたね。いや、本当にだから政府の中でめっちゃ混乱してるんですよね。だから、菅さんも言ったはずがないとか言ったりとか、ちょっとやばいなと。個人的にはこのままだとこう、まあ、なんか日本が事実上のもうなんかこう、なんだろう、事故以外っていうなんかハッシュタグが流行ったりとかしてましたけど、まあ、かといってね、立憲民主党、共産党にね、こう政権が運営できるとは思えないしね、なんかもうなんかカオスというかね、無政府状態というか、なんかまずい状態に進んでいくんじゃないかなと僕は思ってしまいますけどね。わかんないですけどね、もしかしたらまあ立憲民主党がもし政権を取っても、意外とうまくやってくれるのかもしれないですけど、いや、とはいえね、まあわかんないですね。だから、ちょっと今後もしかしたらこう今回のこの出来事をきっかけに、まあ、政権が崩壊することになるかもしれないし、そして政権交代がまた起きてしまうのかもしれないし、まあ、その結果また悲惨なことが起きたかもしれないし、わかんないですね。だからもうカオスな状態にまた戻ってくるのかなと。まあ、安倍政権で一旦ねこう安定期に入ったんですけども、ね、またねこうまあいろいろ危機の時代に入っていくのかもしれないなということを僕は感じましたね。はい、そんなところで今回も終わっていこうと思います。チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。以上で、まあ、今回西村大臣のやらかしについて扱っていきました。以上で終わると思います。